今回は海外の掲示板レディットで話題になっている不気味なヘズ法をご紹介します。この映像はツォンコイラ氏によってアップロードされたもので、かつて人形を作る工場だった場所の廃墟で撮影されました。それではご覧ください。廃墟となったこの場所は、かつて人形を作る工場でした。しかし今では、人形が一人でに動くという噂が囁かれています。この映像では、廃墟に残された人形が、どの角度から見ても目が合うように見えます。カメラのアングルが変わっても、人形の目がこちらを追従するように動いているのがわかります。この映像が撮影された場所は、以前は賑わいを見せていた工場でしたが、今は廃墟となり、不気味な雰囲気を醸し出しています。何が理由で廃墟になったのかは分かりませんが、不気味な現象と何か関係があるのでしょうか。この映像はただの錯覚、それとも何か説明のつかない力が働いているとでも言うのでしょうか。皆様こんばんは、モノコチャンネルです。今回も皆様と一緒に恐ろしい映像を見ていきますので、心してご覧ください。これは日本でも有数の屈指の心霊スポット、旧犬鳴トンネルで撮影された恐ろしい写真。このトンネルはその歴史と伝説だけでも十分に恐ろしい場所ですが、今回の写真はその恐怖をさらに際立たせています。これは犬鳴トンネルで起きた凄惨な事件を報道していた際のあるワンシーンに偶然映り込んだものです。トンネルの入り口に積まれたブロックの隙間から何か不気味な顔のようなものが映り込んでいるのが見えます。この写真は一見すると信じがたいものですが、 SNS 上でかなり話題になりました。それにはある理由があります。このトンネルでは1988年末に残忍な殺人事件が起こったのです。この事件がトンネルにまつわる心霊現象の噂を生み出す原因となりました。若者がリンチの末に焼きされたというこの事実は、心霊現象としての恐怖を掘る要因となり、その後もトンネルでの自動車事故が多く発生し、犬鳴のたたりと解釈されたのです。そして今回の写真、この不気味な顔が映り込んだ写真は、そんな犬鳴トンネルの恐ろしい過去を物語っているかのようです。現在この場所は立ち入り禁止となっており、トンネル内への侵入を防ぐために積まれたブロックがまた異様な不気味さを醸し出しています。人が立ち入れない場所に映り込んだこの顔の正体は一体何だったのでしょうか。今回は Facebook のユーザーブリガダマティシティ氏によってアップロードされた不気味なヘズ法をご紹介します。この映像は、入院中の患者が夜間に不可解な音や何かの気配を感じるといい、病室内を録音したものです。そこには奇妙なものが記録されていました。サッシャやば、これ痛い、楽がいいよ。ねえ、思うつぶわすだやば。ねえ、思うつぶわすだやば。患者は毎晩この部屋で奇妙な音を聞いていました。カメラで病室内を撮影し、
ベッドの下へ向けた直後、遠くのベッドの下に何者かの足が映り込んでいたのです。しかし、カメラを上げて足のあった方向を見ても、そこには誰も立っていませんでした。ベッドの下に映った足は、一体誰のものなのでしょうか。この映像は、ただの錯覚なのか、それとも説明のしようのない現象でしょうか。目に映るものが全て真実とは限りません。時には、写真に捉えられたものが、本当は存在しないこともあるのです。今からご覧いただく写真の撮影者は、そこには何もいなかったと話します。子供たちの何気ない瞬間を撮影した写真に、不可解なものが記録されていました。お分かりいただけただろうか。一見、子供たちが楽しそうに遊んでいる普通の家庭の一コマです。しかし、部屋に設置されたテレビの画面をよく見てください。そこには、恨めしそうにこちらを睨みつける男の顔と手が映っています。この男は一体誰なのでしょうか。そして、なぜこの幸せな瞬間に、こんな不気味な姿が映り込んだのでしょうか。テレビに映った男の表情は、明らかに恨みがましく、何かを訴えかけているようにも見えます。まるで、ここから出せ、と言わんばかりのその姿は、現像不良によって偶然形成されたノイズでしょうか。皆様はこの写真についてどう思われますか。これは、最近レディットで話題になっていた不気味な映像です。ここ数日、撮影者の自宅の前に知らない女性が毎日立っているというのです。あまりにも不自然なため息になった撮影者はカメラを構えその女性の撮影しました。しかしその映像は身も凍るような恐ろしい映像となったのです。それではご覧ください。この女性は特に何をしているわけでもなく、ただずっと立ち尽くしています。動画を撮影しながらその女性の前を通り過ぎたところ、彼女はこの世のものとは思えない不気味な形相で、ただただこちらを見つめていました。この女性の目的は何なのでしょうか。撮影者曰くここ数日、深夜になると何もすることもなく、ずっと立っているそうです。本当に何もせずただただずっといるそうです。この映像を見ると、得体の知れない不安感が襲います。個人的に本当に気味の悪い映像でした。今はもう現れなくなったそうです。続いてご紹介する映像は、カップルの喧嘩中に起きた衝撃映像です。一体何が起こるのでしょうか。この辺りで私は、みかんを落としてしまったおばあさんに何が起こるんだ、とヒヤヒヤしながら映像を見ていました。すると、喧嘩中の女性が、おばあさんを助けに行こうとするのですが、彼氏は、話はまだ終わってないだろ、と言わんばかりに彼女を引き止めます。しかし、制止を振りほどき、彼女はおばあさんの元へ行きます。その後、彼氏もしぶしぶおばあさんの元へ向かうのですが、いかがでしょうか。なんと、喧嘩をしていたカップルの立っていた場所に、看板のような大きな物体が落下した。男はおばあさんに感謝を表します。この時、このまま言い合いを続けていたら、男がふてくされたまま、あの場所に留まっていたら、
想像するだけでゾッとしますよね。私は、猫ちゃんまでもが助けに行こうとしていた、温かい絵に感激しました。これは、ペルグラップ氏によって YouTube へ投稿された映像。寝ていた赤ちゃんを撮影しようと、ハンモックへカメラを向けると、恐ろしいものが記録されました。それではご覧ください。ハンモックの中で揺られる可愛い赤ちゃん。しかしどこか不自然な姿勢に疑問を持ったその時、赤ちゃんの頭がこちらを向き、カメラをじっと見つめてきます。さらに体の位置と頭の位置が明らかに異常。可愛いはずの赤ちゃんの表情すらも不安を誘います。一体この赤ちゃんに何が起きていたのでしょうか。動くはずのないもの。もしそれらが動いたら、あまり考えたくありませんよね。この映像はディエゴ・スピーカーズ氏によって TikTok に投稿された、明らかにおかしな瞬間を記録した映像です。それではご覧ください。Te lo juro que parpadeó. Amor, amor, parpadeó.医療品店の店先に置かれた2体のマネキン。きらびやかな民族衣装を身にまとった。このマネキンをカメラに収めた直後、左側に立っていたマネキンがこちらを向きまばたきをしたのです。まるで生きているかのように、このマネキンが置かれている店は、地元でも曰くつきの場所と言われているようで、様々な怪奇現象が報告されているとのこと。カメラに記録された不気味な現象は、一体何だったのでしょうか。これは、ツイッターで話題の不可解な映像です。撮影者は深夜、河川敷を散歩中。不可解な現象を目の当たりにしました。あまりの衝撃にすぐにカメラを構え撮影したそうです。それではご覧ください。いかがでしょうか。一台の自転車がまるで生きているかのように動き回っています。その動きは不規則で、まるで何かに導かれているかのよう。特に驚くべきは、動画の終盤に自転車がカメラに接近するシーン。一見暗闇に紛れて自転車に乗っている人が見えないだけのようにも見えますが、自転車がこちらに向かってきた際、誰も乗っていないことがはっきりと確認できます。その動きはまるで意思を持っているかのように見えるのです。これは単なるいたずらでしょうか。皆様はこの映像どう思われますか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。